ロサンゼルス軍都市圏交通局エルセンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍を走るライトレールであるロサンゼルス軍都市圏交通局が運営するラインカラーはゴールド2003年にゴールドラインとして開業期間は1435ミ、mm、リメートルで河川終電方式で走っている2009年11月15日には新たにユニオンステーションから東に 約10キロ延長し、リトル東京、ピコ、マリアッチプラザ、ソト、インディアナ、マラビーラ、イースト LA、シビックセンター、アトランティックの8駅が開業した。2016年3月5日には、あずさまでの延伸が完成した。さらに東側のモントクレア方面への延伸工事の完成を2024年までに目指している。2020年に、急正から、 エルセニエ解消された。開業以来、日本車両製 P865P2020 系、シーメンス製 P2000 系、そしてアンサルドブレーダ製 P2550 系の3形式で使用されてきた。年々延伸工事が進むにつれて、車両不足が慢性したことにより、シーメンス P2000 型とアンサルドブレーダ P2550 型を導入したが、 当時のアンサルドブレーダ社側で納期遅延が度重なり、軍都市圏局側がこれ以上 P2550 系の導入をしないことを表明した。老朽化が進行した日本車両 P865 系の引退と P2550 系の代わりに新車導入を余儀なくされた軍都市圏局側では他の米都市で近畿車両 LRV を導入したのを見たことにより、 ロサンゼルスでも近畿車両 LRV の製造、導入に踏み切った。それが近畿車両 P3010 系である。P3010 型では、当初からカリフォルニア州パームデール市に、近所の連結会社である KS インターナショナルインク工場を建設して、同社を製造する計画だったが、初期の2014年で諸事情により、パームデール市からマッたをかけられたことにより、車体を 日本の特案工場で組み立てられて、アメリカで最終組み立てをした方式が2年ほど続いた。2017年、KS インターナショナルインクパームデール工場が完成したことで、組み立て基礎からすべて同工場で行われるようになった。なお、この P3010 型は2019年現在でも製造されている。結果同社の導入が進んだことで、 LA 発の日本製電車だった P865。ガトは2018年9月をもって引退。1ユニットだけが胴体保存のため鉄道公園へ輸送されている。ありがとうございます。